はい、どうも、ゴーヤンです。本日はですね、こちら、ハンターハンターバトルオールスターズですけども、第15回天空闘技場が9月に開催されていたんですが、途中でね、不具合とともに、中断するというね、異例の事態が起こりまして、そちらの不具合のお詫びとして、なんとね、この意思が35個ももらえるというね、結果になりました。で、さらに、闘技場遊んでた方は、プラス10個、ちょっともう受け取っちゃったんですけど、意思10個と、さらに、切れた時点での順位報酬がもらえますよと。で、そこで報酬がもらえるのにもかかわらず、さらに、前回の続きから遊べまして、残り日数も前回予定していた残り日数の残り日数になってます。で、報酬も、課題の方は、リセットされてて、確か、リセットはされてないかな？うん。すいません。多分こっちは、普通に継続ですね。で、ランキングの方はもう一回ね、またもらえるという状態ですね。終わった段階で。で、合計でだから50個ぐらいは、まあ、石をもらえて、さらにいつも通りの闘技場の報酬をもらえるという状況ですね。で、ね、せっかくいっぱい石もらったんで、まずは最初に、無課金ですよという証明をしておいて、こちらのね、5回回したら1体もらえるガシャを、回したいと思います。なんじゃこのモラすごいな。まあ、50個ぐらいね、石もらったんで、5回回しても、まあ、もう5回分ぐらいの石は手元に残りますよ、的な感じですね。まあ基本ね、この星4以下も出るガシャはね、あんまり、回したくないっていうのは正直なところなんですけど、まあせっかくなんでね、まあ石ね、35個もらえるんで、もらってない人は早めにね、もらっておいた方がいいですよっていう紹介。だけっていうわけにも動画的にはいかないんで、それプラス、ついでに今来てるガシャを、5回回しちゃおうっていうやつですね。これがあの、めっちゃいかついモラウになるやつですかね。ただね、このモラウのシーンが見覚えないんですけど、アリ戦であんなんしてたんですかね。ちょっと記憶ないですけども。あ、プフ。どのプフやろ。新しいやつですかね。ちょっと見覚えがないんで、新しいやつですかね。操作系はね、やっぱり強いキャラがあんまりいないんで、なかなか使う機会も少ないですし、進化素材がね、ブリブリ余っていくんですけど、これでね、やっぱ2段階3段階上がってほしいですけど、あ、こっちのプフは前から折ったやつですかね。あー、前からいたやつっぽいですかね。ではなかったと思いますけど、最初のユピーだけ多分ね持ってた気がするんですよね。星5でおそらく。んー、やっぱ星4以下も出るやつ、星6なかなか出ないですねと言おうと思ったら出ましたね。最後の最後で星6出ましたね。おお、これは珍しい。多分ヒーラーですよね。ひな、
攻撃4倍、速度2、射程3、防御300、砲。すべての味方のパラメータ状態、パラメータダウン状態回復プラス防御アップ。あ、ヒーラーじゃない？ウィザードなんですね。あ、そうか。ジョネーシアから別にヒーラータイプではないんか。これでも1個でも覚醒したらすごいですね。もちろん全覚醒がいいんですけど。いやー、星6出ましたね。引いてみるもんですね。で、得点がもらえましたよということで、何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？へい！もらう。どのもらうや。はいはいはい。このもらうもいいもらうのはずですよ。ということで、ユピーもらう、ピトーピトーヒナもらう。いや、なかなかいい5連だったんじゃないでしょうか。まあ、それはもちろんね、王とかメルエもいいんですけど、思ってたより効き方が良かったですね。まあ、やっぱね、あんま期待しすぎないのがいいんでしょうね。まあ、難しいですけどね。ということで、こちらの動画はここまでにしたいと思います。途中でも言いましたけど、石まだもらってない方はね、早くね、もらった方がいいと思いますんで、で、長いことログインしなかった人とかでも、なんかもらえるみたいなんで、この機会にね、ゲーム復活するとか、いうのもありだと思います。さすがにね、新しく始めた方はもらえないと思いますけど、っていうところですね。はい。では、こちらの動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを。また他の動画も見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。